どうも、アトムです。今回はユニクロのワンタックテーパードパンツをご紹介していこうと思います。今回はですね、こんな感じでやっていこうと思います。それでは、早速やっていきましょうか。はい。はい、改めて今回ご紹介していくのがこちら、ワンタックテーパードパンツになります。色はですね、ナチュラルを購入しまして、お値段が4990円のアイテムになっております。今回のこのアイテムの概要は、タックが入っていて、印象的なリラックススタイルになっているのが特徴的になっております。さらにはコットンツイル素材というものが使われていて、より上品なスタイルに仕上げたのが今回のアイテムになっているそうです。ではですね、深く見ていこうと思います。今回のこちらのアイテムは綿 100% となっていて、先ほど言ったようにコットンツイル素材というものが使われております。簡単に言うと生地が厚めになっていて、折り目が斜めになっているのが特徴的なのがこのツイルっていう素材になります。こちらのコットンツイル素材の特徴は肌触りの良さだったり、こんな感じで綿なんですけども、上品なツヤ感があるっていうのが特徴的です。さらには生地自体に伸縮性があってシワになりにくいっていうのが特徴的なポイントになっております。シワになりにくい素材を使われているんですが、履いた感じはですね、シワは少しできやすいタイプの素材になってるかなと感じました。今回のパンツはコットンツイル素材っていう優れている素材だけではなくて、パンツで特徴的な人気な部分っていうのはシルエットになってるかなと思います。そしてこのパンツの魅力的な部分はですね、近くで見ていただくとわかるんですが、こんな感じでここの部分をタックっていうんですけども、こんな感じで手の指先が入って影ができるくらいとても綺麗なタックが入っていますよね。で、5000円以下の価格帯でこのタックをつけるパンツってなかなかないと思っていて、さらには素材の部分にもとてもこだわれている、コットンツイード素材が使われている、そういった面々を見るとかなりコスパ的にも優れているアイテムになっているかなと感じました。素材の良さやシルエットの良さだけではなくて、後ろの部分を見ていただくとですね、こんな感じでポケットのタイプっていうのが2タイプございます。1つはフラップポケットで、1つはパッチポケットになっていて、こういったデザインの遊び心があるところもすごく良いポイントかなと思いました。大体のパンツっていうのは後ろのポケットは統一されているっていうところが特徴的だとは思うんですが、このパンツに関してはこんな感じでちょっとデザイン的に遊んでる部分があったりだとか、シルエットもとっても優秀で、タックの部分が入っているところも5000円なのにこんなに綺麗に入っているところ、さらにはまあ素材の良さっていうのがとても優れているのがこのパンツの魅力的な部分になっているかなと思います。はい、今回のアイテムの良いポイントと悪いポイントを見ていきましょう。おさらいにはなっていくんですが、まず一つ目の良いポイントはコットンツイル素材という圧倒的な綿の中でも良い素材が使われているところです。履いていてもとても上品に見せてくれるっていうところがすごくポイント高いところです。二つ目は5000円という値段にもかかわらずタックが深く作られている、かつですねセンタープレスが綺麗にかかっているので、初心者さんでも取れやすいパンツですし、足長効果っていうのもしっかり引き出してくれるパンツになっているのがとても魅力的なポイントになっております。三つ目の良いポイントは後ろのポケットの遊び心あるデザインっていうところが非常に優れているなと思いました。そして悪いポイントなんですけども、悪いポイントがですねなんと2つございました。1つ目はですねミシン仕上げにしかできないっていうところです。残念ながらですね、今回のアイテムはミシン仕上げしかできないそうです。実際のアイテムはもともと祭り縫いの仕上げで、できていたんですが、今回のアイテムはなんとミシン仕上げでしかお直しができないってことなので、もし祭り縫いの仕上げでしたい方はですね、生地のお直し屋さんとかに出さないといけないっていうのが、非常に残念なポイントになってるかなと思います。そして二つ目に残念なポイントは、ナチュラルを購入した人だったら、まあ共感してくれると思うんですけども、色に関して、ネットの色を見て購入した人は、ちょっとがっかりした部分があるかなと思います。そこがですね、ちょっと悪かったなってポイントなんですけども、まあ、僕的にはですね、この買い物はですね、まあありだったんじゃないかなと思いました。僕も入手する前はネットのこのナチュラルの色を想定して買おうと思っていたんですが、実際に見るとちょっと黄色みがかったというか、まあなんかベージュと白を混ぜたような色になっております。今回はちょっと悪いポイントでっていう例を挙げさせていただいたんですけども、僕的にはですね、このベージュと白の中間色のパンツを購入できたっていう考えを持てばですね、とてもいい買い物ができたかなと思っております。大体この5000円の価格帯で、まあ、このぐらいのクオリティで、まあ、この中間色っていうのは他にはないパンツだと思っていて、そこがですね、とても僕はいい買い物ができて、すごくメリットがあるパンツだなと思いました。もちろん白のパンツを求めていた方からするとちょっとがっかりの部分はあるとは思うんですけども、
白のパンツにはない良さだったり、まあ、中間色ならではの取り入れやすさだったりとか、白シャツと合わせた時にはちょっとこのパンツの緩みが、ベージュと白の中間ということでとても相性がまだ良くなったりだとか、まあ、いろいろな場面で結構使い回しが効くパンツになっているので、まあ、いい買い物ができたかなと思っております。はい、それではですね、実際にこのパンツを使ってどんな感じで合わせていけばいいのかだったりとか、まあ、どういった感じで合わせるのがおすすめですよっていうのをご提案させていただけると思います。はい、それではここまでいきましょう。はいはい、一つ目のコーディネートやっていきます。カーディガンとモックネックを着たコーディネートになります。パンツがですね、ベージュと白の中間色ということなので、まあ、黒でシンプルに2色使いでまとめてみました。はい、こんな感じでですね、ジャストぐらいの丈のカーディガンとかジャストぐらいのアウターで合わせてあげて、まあ、パンツのこのタックの良さだったりとかセンタープレスの綺麗さだったりシルエットの良さっていうのをしっかりと意識してコーディネートするっていうのが、まあ、今回ポイントとしているところになります。はい、靴もですね、シンプルに革靴で合わせてあげると非常に綺麗なのでこんな感じがすごくおすすめです。はい、次はですね、シンプルにプラス J のシャツを合わせてみました。プラス J のですね、このオリーブっていう色とっても綺麗で、このね、中間色同士っていうのがね、すごく相性良いんですよね。中にですね、まあ、白 T をインナーとして着ているんですが、まあ、こんな感じで結構明るい白を入れることによって、より春らしさっていうのが出つつの、この中間色同士の合わせ、ここをですね、しっかりと意識してコーディネートをしてみました。はい。ちょっとね、今回顔を隠しながら撮影してみました。どうでしょうか、皆さん意見聞かせてください。はい、次はですね、ワントーンコーディネートになります。これが一番僕的にはやりたかったコーディネートなんですが、まあ、トレンチコートと中にスタンドカラーシャツ、そしてこのパンツになります。やっぱりね、このワントーンにするとパンツの色の良さっていうのがすごくしっかり分かってくるかなと思います。白パンツとは決して言えないパンツですが、この絶妙なナチュラルカラーがですね、こんな感じのワントーンコーディネートにとても映えるんですね。ぜひですね、ワントーンは本当に今年の春の大トレンドなので、ぜひ挑戦していただきたいなと思ってます。トレンチコート持ってる人とかはね、こんな感じでやってみるのも非常にいいですし、あとはトレンチコートちょっと今回脱ぐの忘れてしまったんですが、スタンドカラーシャツとこのパンツを合わせるだけでもとてもかっこよく様になります。あとはもうオープンな普通のシャツとかでちょっとオーバーサイズで着てあげてこのパンツと合わせてあげるとかすごくいいかなと思いますので、ぜひ挑戦してみてほしいです。はい、次はですね、デニムジャケットを合わせてみました。はい、今回のデニムジャケットはユニクロ U で発売されたデニムジャケットなんですが、普通のデニムジャケットでもいいかなと思います。あるいは、まあ、MA1 のブルゾンとかそういったものを合わせてみても非常にいいと思います。中はですね、シンプルに白 T をタックインしてあげて、まあ、パンツの形の良さっていうのをしっかりと引き立たせているコーディネートになります。かなりですね、デニムジャケットと合わせると本当にね、このなんだろうな、涼しい感じというか、なんかそういうのがね生まれてくるので、ぜひですね、青みがかるアウターとかシャツ系をぜひ取り入れてみてほしいですね。これだけでね、かなり印象変わりますね。本当に清潔感がある感じが伝わるので非常におすすめです。はい、次行きましょう。次は黒のコートとモックネックを着ております。モックネックはですね、ナチュラルにしてあげて、中のインナーっていうところはワントーンを意識して、しっかりとアウターは黒、そして靴も黒、ここで統一感を測ってます。はい、こんな感じにすると非常に色味がワントーンプラス黒でまとまっているので、まあ、非常に落ち着きのある感じがしつつも綺麗な感じでコーディネートがまとまってるかなと思います。はい、これくらいですね。ちょっとなんか血のパンみたいな感じで使ってあげるのが今回はおすすめですね。白パンツっていうよりかは本当になんかベージュの血のパンをイメージして使ってあげた方がコーディネートはとても組みやすいと思います。結構ね、僕個人的にもコーディネートちょっと難しかったです、正直。けどですね、ベージュのトレンチコートのあったようにワントーンコーディネートみたいな感じでコーディネート組んであげると非常に幅が効くと思いますし、上級者っぽいコーディネートできるのでとてもおすすめです。はい、今回の動画は以上になります。もし動画良かったら高評価やチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。次回もプラス J の動画を上げようと思います。ぜひお楽しみにお待ちください。
今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までありがとうございました。以上、トメでした。バイバイ。